初代、立花屋倉之助は、愛知県出身の落語家。本名、木又義太郎。18歳で、下駄屋に奉公をしていたがしくじり、天狗連に入って夢の家浮きを名乗って、東海道を7年ほど活動していた。明治30年代末に四代目立花屋縁造の、門に入りしめ倉から明治40年代初めに、倉之助となる。1907年に、 京都に現れ1908年に下半した外学派に出たり、東京筆世界という新聞社で支局主任をしていた。後に三遊派に加入し、観客の意表をつく八の朝ザゲとあまり他の落語家がやらない壁金で人気を得た。余興の滑稽な庭説では馬鹿当たりし、それ以外ではあまり評価をされなかった。しかし、桃川、意地比べ。 松山鏡などは品と重みがあり立派であった。枕を振るのもうまく見事な出来栄えだったという。もう一つ評価されなかった理由に、名古屋なまりの東京落語が偏見を呼んだようである。戦後は講座を務める機会は少なかった。しかし、寄せの楽屋に顔を出し、元気な姿を見せていた。新作落語も手掛け、衛生料理の作者。古典落語では、二人書生、上等回し、 お鉢など演じ、SP レコードは、壁金、滑稽な庭説、天狗など多くを残している。ありがとうございます。